突撃インタビューのコーナーがやってまいりました。今日はロシアから、日本に来られているロジャさん、お会いしているんですけれども、ロジャさん、ロシアで、ナジャさんでした、ごめんなさい、ナジャさん、ナジャさん、ロシアで、大学の学費ってどのぐらいなんですか？無料です。無料、なんとなんとロシアでは大学が無料らしいです。皆さん、今日本国立大学で54万円、私立では100万円も珍しくないという状況で、大学生の半数が400万円、500万、700万ぐらいの借金を背負ってローンを借りている状況なんですが、どう思いますか？大変だと思います。大変よ。ロシアの大学生はそういう奨学金の借金はしないでもいいんですか？ロシアで奨学金がすごく小さくて、はい、月1万円以上は運んでいかないけど、返さなくてもいい、はい、成績良くないともらえない。ロシアでは、皆さん聞いていただきましたか、ロシアでは奨学金は返さなくていいものがほとんどで、月1万円ぐらいだそうなんですが、そもそも大学が無料ですもんね。そういった中では学費負担も少なく、ストレスなく勉強できますね。まあ、勉強のストレスありますけど、お金はそこまで大変ではない。すごい。日本もぜひそうしたいですね、皆さん。うちの娘、中学3年生、大学3年後、皆さんのお子さんは何歳ですか？本当に大学の授業料どうするの？ということで、多くのお子さん、お母さん心配されてるんですけど、日本の大学もそうなったらいいなと思うんですが。いいね、なったらいいな。ロジャさん、ありがとうございます。給付型奨学金制度、返さなくてもいい奨学金を充実させていく。あとは何と言っても大学無償化ですよね。それがあればお金の心配なく、みんなが勉強できる、ロシアみたいな、状況が作れると思うので頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。